ースター僕にとってもスーパースターみんなそれぞれスーパースターだからそれぞれみんなのスーパースター早く気づいてスーパースター明日わかるスーパースタードラッタッタッタララ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 誰もがみんなのスーパースターブブー君は力持ち君は頭がいい君は顔がいい君はみんなに優しい歌がうまい絵がうまい決して最後まで諦めないそんないろんなやつで世界を回ってるはずで君にはできないものじゃなく君しかできないことがあるだから自分をきちんと持ってくれ揺るぎない自信を持ってくれ君も磨けば光る太陽じゃないか君がいなければ始まらないさ地球というこの空間は誰もが英雄スーパースター We are スーパースターみんなスーパースターいれば、シロは特訓だぞ。コタロー、コタロー、よく帰ってきたね、コタロー。コタロー。いいな、オラも犬になって、あやかちゃんにギューってされたい。シロ、よく帰ってきたね。カット！はよけ！あやかちゃん、かわゆい！うわぁ、シロ、お疲れ！しんちゃん、シロとってもお上手ね。しんちゃんのおかげよ。いやぁ、どうも、いたばしく。ありがとう、しんちゃん。ねえねちゃんが留守で助かったよね。よくな。一、二、三、四、五、六、七、八。シロをドラムに出すの？タレント犬にする特訓か。すごい。特技もいろいろあるし、絶対になれるぞ。シロ、もたあめ。次、チンチンガイガイ。かわいい。面白いけどさ、言ってみれば一発芸みたいなもんだよね。いや、それほどでも。褒めてるわけじゃないから。ドラマに出るんなら人間の俳優さんみたいに演技ができないと。そうなの？しかもセリフが言えないんだから表情とか仕草で全部表現できなきゃダメだよ。アクションもできた方がいいな。そんなの簡単だぞ。いっしょだ。くちゅ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 ね。かわいい。アクションじゃなくてアクションだよ。走ったり飛んだり体を使う演技さ。うわぁ、それならシロは得意だぜ。な、演技もアクションもできたらすごいスター犬になれるよね。うん、ドラマだけじゃなく映画にも出られるかも。ほら、春瀬彩香ちゃんとドラマに出るだけでいいんだけど。ダメだよ、夢は大きく持たなきゃ。しんのすけには任せておけないな。じゃあ風間くんやれば。よし、ってなんで僕が。それじゃあまずジャンプの練習だ。よし、飛べ、シロ。何やってんだよ。そうだぞ、しっかりしろ。お前のことだよ、しんのすけ。シロちっちゃいから高くジャンプするのはやっぱり無理じゃない？いや、訓練すればできるよ。毎日少しずつ高く飛ぶ。うわ、厳しい修行は嫌だな。お前が飛ぶわけじゃないだろ。とにかく練習あるのみだよ。ねえねえ、あれはどうかな。指でバーンってやるとバタって倒れるの。ふうふう、よくあるやつですな。アクションビーム。ビビ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 ビやっぱり演技の基本は感情表現だよね。感情表現？そう、嬉しいとか悲しいとかの気持ちが見ている人に伝わらないと。そうだな、嬉しいっていうのは尻尾を振ればいいから。シロ、泣いてみて。
だよ。人が泣く訓練させようって時に何やってんだよ。笑ってた方が楽しいぞ。そうだけど今は泣くの。だいたいシロのためにやってる特訓なんだぞ。邪魔するなよ、うん、まあまあ怒らないで。ほらシロも頑張るって顔してるし。あ、そうだね。じゃあもう少し犬らしいことからやってみようか。例えば遠吠えとか。ああ、あおーってやつ。まさかん上手。意外な才能。そうかな。シロやってみて。あれできないの。マサオくんお手本やって。あおー上手。はいシロ。シロって遠吠えできないんだ。そういえば聞いたことないぞ。シロって犬じゃなかったんだ。いや犬でしょう。遠吠えのシーンはマサオくんに吹き返してもらえばいいか。え、僕がやるの。じゃあもっと練習しなきゃ。あおー。とにかくドラマに出るにはいろいろな演技ができなきゃダメだよ。例えばあやかちゃんに耳掃除してもらうシーンとか、あやかちゃんにお風呂に入れてもらうシーンとか、あやかちゃんとのキスシーンとか。キャー、春瀬あやかが相手役とは限らないってば。ほら、あやかちゃんとじゃなきゃやだ。お前は動機が不純なんだよ。あおー、あおー。犬だって有名になるためには努力しなきゃダメなんだよ。ほら、有名にならなくていいや、適当人生で。彩香ちゃんと共演させたいって言ったのは誰なんだよ。やっぱグダグダ生きていくのがいいよな、シロ。シロ、しんのすけみたいな生き方じゃダメだぞ。もしも才能があるんならそれを磨かないと。シロ、オラと一緒のグダグダ人生を選ぶのか。なんだ、やっぱり飼い主に似ちゃうのかな。でも、シロらしい。チェ、シロならできると思ったのにな。帰ったら、お通夜あげるぞ、シロ。シロが太っちゃったぜ。母ちゃん太ったぞ太ったぞ。そうなのよ、最近ご飯が美味しくてウエストキッツキツって余計なお世話よ。違う違う、太ったのはシロ。あー、そういえばそうね、しんちゃん餌やりすぎたんじゃない。うら、全然あげてないぞ。昨日の夕飯もあげてなかったし、一昨日の夕飯もあげてないぞ。威張っていうことか。じゃあなぜ太ったの。おかしいわね。シロのお散歩行ってきて。後で。シロちゃん、また呼び込みやってよ。チンチンしてる。何やってんの。かわいい。お利口ね。あ、ついでにお肉買おうっと。でも私も今日焼肉にしようかしら。はい、神戸牛の骨。いつもありがとね、シロちゃん。また来てね。シロ、さつま揚げだ。昨日の残り物だけど、美味しいだろ。いっぱい食べてね、シロ。運動不足かしら。しんちゃんお散歩行ってきて。オラが。当たり前でしょう。うふーい。違う違う、シロも一緒よ。お散歩お散歩、嬉しくない。うわうわ、綺麗なお姉さん。お姉さん、
俺たちとダブルお散歩しない？途中でくじける母ちゃんのようにならないといいけどね。あんだって、ちょちょアクションしんちゃん、シロに餌やってくれる？ローカロリーの餌買ってあるから。ローカロリー？ローカロリーよ。食べても太らないダイエット用のドッグフード、いつものとこに置いてあるから。うへぇ、このドッグフードテレビで見たことある。シロ、ご飯だぞ。スーパープレミアムドッグフード、こってり。ワンちゃんが大好きなジューシーなお肉がたっぷりだわ。大丈夫、これローコロリだって母ちゃんが言ってた。シロ、食べないの？しょうがないな、ちゃんと食べないと体に悪いでしょ。うん、ほらほら、シロ美味しいぞ。そうそう、それでいいの。その餌じゃない、ローカロリーはこっちよ。じゃあこっちは？それは特売の時に買っといた高級ドッグフードよ。全部食べちゃった。うん、いい食べっぷり。あ、どこ行くの？シロ！シロ、食後の運動。うん、シロちゃん、今日も神戸牛の骨食べてっかい？しんちゃん、ちょっと待って。これシロちゃんにあげといて。おお、シロ、アジの残りがあるぞ。あらら、いっちゃった。お魚ももらっちゃった。シロ、パンの耳。あれ、今日はいらないのかな。シロ、いつもこんなにもらってたから太ったんだな。シロ、お前そんなに痩せたいのか。よし、オラも手伝うぞ。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。シロ、女の子にモテたいなら、オラもモテたいぞ。だからヒップラインは崩さないように鍛えてるんだぞ。シロ、頑張れ。行け、シロ、頑張れ。シロ、お前ならできる。成功することもあるんだね、母ちゃん。うるさいわね。綺麗なお姉さん、俺たちとお散歩デートしない？こないだのボーイフレンドの犬より、うちのシロの方がかっこいいですぜ。ボーイフレンドの犬？細くてシュッとした。あれは私の兄が飼ってる犬で、この子の弟なのよ。え、この子のボーイフレンドは、来た来た。うっ、
おはよう。おはようございます。この子はぽっちゃり系が好みなの。うわぁですって。どうしたのシロ、すっごい食欲。やれやれ、シロは女性に振り回されるタイプですな。ごく普通の野原一家にごくごく普通に飼われているこの犬は、その名もごくごくごく普通にシロ。どこにでもいるごく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 普通の犬。ただ一つ普通じゃないこと、それは世界を守るスーパーヒーローなのである。スーパーシロだぜ。シロ、ボボボボボンらしきものが見つかったわ。本当？スーパーヒーロー宇宙本部のビボーさん。ここにエネルギー反応があるの。スーパーコラボ公演だ。悪の手に渡らぬうちに見つけてきてね。うん、ラジャー変身スーパーシロ。ボボボボボン、それは宇宙から地球に降り注いだエネルギーの源。その色形を知る者は誰もいないが、とてもゴージャスでエレガントでワイルドないい匂いだと言われている。ボボボボボーンを手に入れた者は地球を征服できる計り知れないパワーを持つ。そして俺の任務は、悪い奴より先にボボボボボーンを見つけ出し、スーパーヒーロー宇宙本部に転送し、悪を未然に防ぐことだぜ、ベイベー。スーパーコラボ公演、ここだな。うぺぺぺぺーズッ。何それ。洗濯機の中で現れるおパンツの気持ちになってみようと思って。よりによってしんちゃんが遊んでる公園だなんて。もしもしんちゃんにスーパーヒーローをやってることがバレたら。シロはスーパーヒーローなんだから、一人で散歩でも4歩でも5歩でも行けるでしょ。困るぜ、しんちゃんとずっといつまでもお散歩に行きたい。サッカーやろ。あいつはシロンちいる人間じゃないか。ブカデカプー。デカプーはボボボボボーンを手に入れて世界大統領になることを目論む悪い犬だぜ。デカプーより先にゴージャスでエレガントでワイルドないい匂いがするボボボボボーンを手に入れなければ。そうだ、これを人間につけるとご主人様に尻尾を振って何でも言うことを聞く犬になるんだ。カプデカプ、しんちゃんになんてことを。こういう時はヒーローの必殺技スーパービームだ。うぺぺぺぺーんずっ。スススススーパースパスパスーパースーパーパパヒーローパパパパシロのスススススーパービビビビームだぜ。ちっちゃくなっちゃうよ、ビーム。あ、しんちゃん。ペペペペペペ、なんでだよ。どうしよう、しんちゃんまでちっちゃくなっちゃった。そうだ、このバッジの S は S サイズの S。 自分のサイズを変えられるんだ。ちっちゃくなってしんちゃんを助けに行くぜ。 5S サイズ。なんだこれ。なんだこれ。ゲーペペ、実験は成功だ。今日からお前は我が輩の犬だ。ほら、野原しんのすけんだぞ。大変だ、デカプーの犬になってしまった。でもこのままだとスーパーヒーローだってバレちゃうし。そうだ、こういう時には必殺柔らかボディ。ヒーローは体を柔らかくして膨らませることができるんだぜ。しんのすけん、ボボボボボを探してこい。デカプー、しんちゃんから離れろ。え、そしてしんちゃんを元に戻せ。シロ、違う、私はムキムキヒーローだ。シロだろ。命がいです。え、この匂いはボボボボボか。これは敷かれたレールから外れた生き方をしないで、無駄に広い家に住んで、まずこんないい匂いがしますな。それは風間くんだろう。ああ、靴が濡れちゃった。こっちの匂いは、おかけでしゃけでツナマヨの匂いがする。
それはおにぎりだろ。行くぞ、スリーこの匂いは飲もうおにぎりっていうか、これがおにぎりみたい。これはただのサッカーボール。うわ、なんかゴージャスでエレガントでワイルドないい匂いがするぞ。ボボボボボンだぜ。キャップ、今度はなんだ。ボボボボボちゃん、いい感じの石、汚れてる。綺麗になった。必殺スーパーはダメ。これあげる。何それ。石、骨の形だから。何はともあれやったぜベイベー。シロ、お手柄ね。今日こそ本物のボボボボボンかしら。偽物だと転送装置が爆発しちゃうわけだけど。コンコン、ワイルドでゴージャスな匂いがするし、それにボーちゃんもお墨付きの石だし、絶対に本物です。スーパーヒーロー宇宙本部に転送します。ボボボボボーンは本物ではなかった。こうして今日も悪の手からカスカベを守ったぜベイベー。ベイベー、クレヨンしんちゃんクイズ。父ちゃんの靴下はどこ？父ちゃんの靴下はどこだ？シロ！クイズの答えは？うわー！クレヨン！くっそー！クレヨンしんちゃん、キッドベスト、中堅、ふわふわシロの DVD を抽選で30名のみんなにプレゼントしちゃうぞ。この番号に電話してね。みんなの応募待ってるぞ。閑静な住宅街に帰ってきた。売って売って売りまくる。そう、私が地獄のセールスレディ、売りまくりよ。今回は野原家のおじいちゃんがターゲットよ。うわ、じいちゃんが誘惑されちゃう。しません。